さんこんにちは、 GSR のザリーナです。本日はパセオデロセスのお部屋をご紹介いたします。デベロッパーは歴史のあるフェデラルランドです。こちらは高速出入り口からも近く、日本食レストランも近い物件です。1階2階はお店が入っており、そしてプールやジムもしっかり完備しております。それではご紹介いたします。本日の物件はスタジオタイプ、ワンルーム型のお部屋になります。広さは25平米です。入ってすぐにコンパクトなダイニングエリアがあります。コーナーには自身の荷物や趣味のものを置けるシェルフを設置しております。そして鏡です。25平米のお部屋の狭い間隔をなくし、広々として見えるように設置しております。そしてパセオのほとんどのユニットにキャスター付きのラックを設置しております。こちらは部屋のどこに置いても自分のアイテムを近くに置くことができます。コーヒーテーブルとして使ってもいいですし、キッチンに使ってもいいです。そしてバスルームで使っても良いですね。こちらが、ユニットのキッチンになります。キッチンの作りはほとんど一緒のデザインになります。シンクは少し小さめですが、一人暮らしの方には十分の大きさです。 IH のクッキングヒーターは料理をしない時にはしまっておくことも可能です。いつものように簡易的な電子レンジと2ドアの冷蔵庫が完備しております。そしてパセオの特徴、なんとキッチンを隠すことができるんです。こんな感じです。急な来客でも困りません。なぜキッチンを隠すことができるかというと、こちらの物件、ビジネスパーミット、法人登記ができるんです。現在は住居としてのニーズが高いのですが、ネイルサロンやアイラッシュサロン、オフィスとして使うことも可能です。こちらは住居として使用してますので、ベッドも大きめのクイーンサイズを設置してます。弊社の物件ではスタンダードベッドサイズですね。テレビはこちらのくぼみの箇所に設置しておりますが、希望であれば設置場所を変えたり、そして書斎テーブルを設置することも可能です。エアコンは日本ではあまり見ないエアコンですね。室外機が置けないデザインのコンドミニアムにはほとんどこちらの仕様になります。クローゼットはもともと設置しているものを使用しておりますが、カスタマイズ希望の方にはオーダーして変えることも可能です。最後にバスルームエリアのご紹介、ご案内をいたします。こちらもシンプルで使いやすいバスルームです。体の半分が映る鏡やシャワーグラスもオプションでつけております。そして何よりも嬉しいのが洗濯機のスペースもあり、お家の中で干すことも可能です。フィリピンは外でランドリーショップに出す文化が非常にありますが、やっぱり女性でしたら家の中で干したいものありますよね。温水器も備え付けではないので弊社で設置しております。ご視聴ありがとうございました。パセオの物件いかがでしたでしょうか。こちらは賃貸、売買ともに物件ご用意しておりますので、ご希望の方はお問い合わせいただけたらと思います。